ニューホライズンズはアメリカ航空宇宙局が2006年に打ち上げた人類初の冥王星を含む太陽系外縁天体の探査を行うための無人探査機である。ニューホライズンズが2015年7月13日に76万 8000km の距離から撮影した冥王星。ニューホライズンズの打ち上げ費用はロケット製造費、施設利用費、装置開発経費及び ミッション全体の人件費を含み約7億ドルである。ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理研究所のミッションチームが完成を行っている。地球での打ち上げ時の探査機本体の質量は推進剤7 7ラム含めて4 6 5キログラムだった。本体を軽量にして生じたロケットの水力の余裕は探査機の高行速度の向上に充てられた。 打ち上げ直後の大地球速度は約16を超え、これは歴代の探査機の中で最高速度である。発射国時間で月の軌道を通過し、13ヶ月後に木星をスイングバイした。月軌道及び木星までの所要期間は史上最短である。太陽系外縁天体近傍は太陽から遠いために光が弱くて太陽電池を使えないため、 原子力電池を搭載している。また、明王星軌道からの通信速度は、わずか 800bps 弱に過ぎないため、6 4ット相当のフラッシュメモリを搭載し、明王星探査で取得したデータはメモリに蓄積してから、長期間かけて地球へと送信する。ミッション用機器の他に、正常機公募した43万人の名前が記録された CD-ROM、 史上初の民間宇宙船、スペースシップ1の機体の一部だったカーボンファイバーの破片、冥王星を発見したクライドトンボーの遺界が搭載された。遺界の搭載については打ち上げ後に公表された。また、2014年にはニューホライズンズメッセージイニシアティブが結成された。人類からエイリアンへ向けたデジタルメッセージを公募して、すべての任務完了後のニューホライズンズに送信する。 計画である。当初、打ち上げは2006年1月11日の予定だったが、ロケット本体の点検や、天候不順などで、再三延期された。この探査機の打ち上げ機のアトラス V は、初段に、個体ロケットブースターのアージ6 0 a を動き、付けた、同期によって実施された打ち上げとしては、最大の構成である、551による打ち上げの最初の事例である。 前述のような多数のブースターと軽いペイロードのために、第2弾のセントールスら、地球の重力圏から脱出して、小惑星帯に演術点を持つ人工惑星となった。さらに、最終弾である、第3弾のスター48ロケットモーターは、冥王星軌道の外側へと飛んでいく軌道に入った。冥王星軌道を通過後のニューホライズンズにより、さらに、 エッジワース・カイパー・ベルト内の別の太陽系、外縁天体を探査することが計画されている。目標にできうる天体は、日本のスバル望遠鏡も参加して、打ち上げ後も捜索が行われ、複数の候補が挙げられた。2015年8月28日に、観測候補として 2014MU69 が選ばれたと発表された。 2014MU69 はウルティマトゥーレという愛称が付けられ、ニューホライズンズは2019年1月1日に再接近し、近接探査した。これにより、同天体は赤い雪だるまのような形状が確認され、接触に重傷惑星であることを明らかにした。その後、2019年11月8日になって、国際天文学連合の小惑星センターが、2014? MU69 の固有名をアロコスに決定した旨を公表した。ロケットの最上段部分のフェアリング内へと格納される直前のニューホライズンズ。ミッションロゴアトラス V551 型で打ち上げられたニューホライズンズ。ニューホライズンズが初めて撮影した名王星。2006年9月21日と24日の画像。2005年にケネディ宇宙センターで メディア向けイベントのために準備されているニューホライズンズ。ミッションチームは2007年1月、ニューホライズンズキッズと称するエデュケーションパブリックアートリーチプログラムを開始した。これはニューホライズンズが打ち上げられた2006年1月19日に生まれた子供とその日に10歳の誕生日を迎えた子供をそれぞれ4から6人、合わせて10から12人選び、 キッズたちの成長を2016年まで見守り続けようという計画である。ニューホライズンズが打ち上げられる前に原子力電池の出力不足で冥王星フライバイ後に予定されている太陽系外縁天体の探査に支障が生じる可能性があったため計画主任のアランスターンらがバックアップ機としてニューホライズンズ2号の製作と打ち上げを提案した。これは 木星と天皇星をフライバイして外縁天体 1999TC36 の探査を目指す計画だったが、そのためには2009年の中頃までに打ち上げなければならなかった。ありがとうございます。